また倒れたの？ あ、こんにちは。寒いですね。ナイフは？なんで？里芋も掘る？そっち。よかったね、霜でやられてない。ほら、こんなに大きくなったんだよ。見て。ほら、ギュギュって。ちょっと待って、映ってらっしゃる。あ、映ってる。 やってみて。抜ける？抜いていい？あ、すごい。こんななってんだ。へえ、食べよう。1個だけでいい？1個でいいよ。いっぺんには食べられないもん。でね、見て、ほら、芽キャベツさん。見えますか？ポコポコできてんの。ほら。ラーメンに入れて美味しそう。何でもラーメン。よいしょ。これも収穫しちゃいます、ついでに。よいしょ。いいやろ。あ、こそれは、ほら、あれね。これ親芋。直せば。いや、別に親芋じゃなくていいんだよ。それ食べてもいいの。こういう子供を植えていいんだよ。子供が大きくなるんだから。わあ、ほんと。1、2、3、4、5、6、7、8個ついてた。エビちゃんや。エリちゃんが来た。ねえ、ここでうんこしないでね、エリちゃん。やっほーい。おしっこしないでよ。エリちゃんでーケガ。エリー。あんたビニールの上、優雅に踏んでるし、やめてー。 やめてー。 エリちゃん、多分あったかいんだろうね。熱を吸収するから、クロは。すごーい。いい感じ。え？草？草ヒロ君が乗せてくれたんじゃなかったっけ？違ったっけ？木の葉っぱ塗ってたけど。へえ。わーい、今日の食料。今日の食料です。一人じゃ持ちきれません。口座持ってこよっか。いや、二人でなら持ってかれるんじゃない。食べる。まだあと1株、2株、3株くらい終わってる？ 2 株か3株。なんだよ。いや、親芋じゃなくてもこういうちっちゃいの植えればいいんだってば。なーに？なーに？引っかいてる、引っかいてる。ヒロ君、爪が、降りた。どうしたの？エリちゃん。いいよ。背中で爪研ぎしようとしたでしょう。あかんで。 いいです。で、寒いからね、こっちに葉っぱをのせてあげよう。あ、なんだこれ。芋虫。はえ、栄養になったーい。かな。ならないよ、芋虫は。ミミズしか。芋虫なんてね、育ってきたら葉っぱみんな食べちゃうんだから。ああ、それだね。そうだよ。もうお前も乗るか、ここに。よい乗んないよ。しょ。アポロが絶対騒ぐよ。ねえ、エリちゃん、らっきょう踏んでるから。にゃおにゃお。おいで。絶対動かないもんね。日向夏もたわわに実ってる。5月。まあ取ってたけど。どうも。
山に住んでます。はい、庭で収穫した白菜の漬物と、あと芽キャベツですね。でハンバーグちょっと嫁さんが作ってくれました。これハンバーグ、うん、普通の、うん、で麻婆豆腐、ちょっと庭で採れた野菜と一緒にいただきます。いただきます。どうやっぱうまいねな、これ芽キャベツ美味しいよね。うまいな、もっといっぱい植えればよかったね。うん、育つか分かんなかったかな。今年はね、もっといっぱい植えよう。そうそうそう、なんかもうほんと早め早めにやんないとダメだね。節子さんが言ってたけど、もう植える準備したって言ってたよ、耕して。へえ、だからヒロ君耕してくれ。あ、分かった。もう3月までに全部ね。味薄いかな、どう。いや、うまいよ。塩コショウとオイスターソース、いけてるいけてる。よかった。あ、うまい。ビールマジうめ。美味しいですね。じゃあ今日はこんな感じで、さよなら。